楼門と拝殿の修復が完了した阿蘇神社に参拝しました。2016年、平成28年、4月16日に発生した熊本地震により、楼門と拝殿が全壊、境内の3カ所の神殿も損壊した。神社では、国、熊本県、阿蘇市の補助により2016年、平成28年、7月15日から重要文化財阿蘇神社一の神殿ほか5棟保存修理工事災害復旧として復旧工事を開始。神殿3カ所は2019年平成31年3月に復旧工事が完了。拝殿は2021年令和3年7月に再建。楼門は2023年令和5年12月7日に竣工祭が挙行され、主要社殿の復旧工事は完了した。現在は塀や排水施設など周辺施設の工事を進め、2024年令和6年途中に全ての復旧工事を完了させる予定となっている。阿蘇神社のそばには阿蘇山があり、日本の九州中央部熊本県阿蘇地方に位置する火山、カルデラを伴う大型の複成火山であり、活火山である阿蘇火山はカルデラと中央火口丘で構成され、高岳、中岳、猫岳、烏帽子岳、木島岳が阿蘇五岳と呼ばれている。最高点は高岳の標高1592メートル、カルデラは南北25キロメートル、東西18キロメートルに及び、屈斜路湖に次いで日本では第2位、面積380キロメートルにと広大である。2007年日本の地質百選に阿蘇として選定された。2009年、平成21年10月にはカルデラ内外の地域で巨大噴火の歴史と生きた火口を体感できる阿蘇ジオパークとして日本ジオパーク、世界ジオパークに認定されている。日本百名山の一座としても取り上げられている。また阿蘇九十国立公園にも含まれる。復旧修復工事が終わった楼門をくぐり本殿に行きます。豊富に湧き出る伏流水で清めます。楼門は基礎から作り変えられ、地震に強い構造に作られている。耐震補強で鋼鉄の柱が楼門の屋根裏まで貫通している。傷んだ部分だけを新しく埋め木して修復している。神殿の周りを歩いて見ていきます。私が関心を持つのは
なぜここに社が作られたか。ヒントは、日本書紀で、応神天皇14年、283年に百済より120件の人を率いて帰化したと記される弓月の君を旗氏の祖とすると記載があるが、この旗氏が全国の岩倉や巨大古墳の上に社を建立している。阿蘇神社も例外ではないと考え、周辺を探索してみます。社の西側は崖になっている。やはり古墳の上に建てたのではないか。さらに周辺を探索します。境内、北側の駐車場から商店街に進みます。左手は神社がある部分。やはり左側は山のようになっている。途中に村社があったので寄ってみます。建立されたのは比較的新しい。縄文の時代から見ればつい最近なのだ。左手が少し高い土地のヘリを南方向に進みます。左前方に神社の社と林が見える。小山のように見えるが、これも墳墓だ。祠を祀っている。一見公園だが、小さな山は墳墓だ。
神社に向かう道は上り坂になる。歩いて高低差を確認したり、小規模の墳墓の跡を確認した後、上空から見てみるとやはり巨大古墳だ。阿蘇神社と関係の深い下神社もやはり古墳の上に神社が建てられている。阿蘇神社の北側には中通り古墳群がある。古墳探索で少しお腹が減った。1902年明治35年に開校した阿蘇で初めての女子学校、私立宮地裁縫女学院。閉校1977年までに通った生徒は5000人以上。宝庇本線が開通した1928年昭和3年まで険しい山道を片道2時間以上かけて通学していた生徒もいたそうです。廃校となった校舎を買い取り、阿蘇の湧水を利用して作る寒ざらし、夏はそうめんも食べられるお店ゆい。今日は寒ざらしをいただきます。建物は当時のままでレトロ感満載。校長先生の部屋や生徒さんの部屋、用務員室など残されています。敷地内にはケーキ屋やアクセサリーのお店など隠れ家的な場所にある。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。